皆さんこんにちは。お絵かきバーチャル YouTuber のやきまやるです。添削イラスト募集します。いろんな人から添削はやらないんですかってね、ちょいちょい聞かれてたんですが、ようやくね、いろいろ落ち着いてきたので添削企画をやりたいと思います。ただ添削と言いつつ、他とはね少し違う添削をやっていきたいなと思っています。皆さんここで質問です。絵の成長って何の積み重ねだと思いますか？練習の積み重ね？努力の積み重ね？僕は絵の成長は発見の積み重ねだと思っています。ここはこう描いた方がいい感じになるな、ここはこう塗った方がいい感じになるな、そういう小さな気づきの積み重ねこそが僕は絵の成長の大半だと思っています。なのでその発見を手助けすることを目的とした添削シリーズをやっていきたいなと思います。例えば応募していただいた絵を見て、ここはこうやって描けばもっと良くなるんだよなって思ったとするじゃないですか。それをその人だけに向けてではなく、その動画を見てくれた人みんなに向けて伝えられるような動画を作りたい。添削というよりもワンポイントアドバイスって感じの動画を作りたいと思っています。添削動画って結局その絵とかその人に向けての内容って感じが強いんですが、そこからもう少し発展していろんな人に役立つ情報としてまとめていきたいなって思ったんです。そしてそのシリーズ動画を見てもらえればどんどん新しい発見ができる、そしてどんどん絵が上手くなっていく、そんなね動画シリーズを作っていきたいって思っています。ですのでその動画で題材となるイラストを今回募集いたします。で、応募方法なんですが、その説明の前にまずは注意事項をお伝えします。しっかりと理解した上でご応募いただきますようよろしくお願いいたします。まず一つ目は、先ほど説明したように普通の添削とは違って応募いただいた絵をベースとした視聴者さん全員に向けたワンポイントアドバイスのような動画になります。ですので普通の添削とは違って良い点をフィードバックして褒めるような内容や、その絵に対する気になる点すべてのアドバイス、また〇〇が上手くなりたいんですといったご希望に沿ったアドバイスは含まないのでご了承ください。で、2つ目はサムネイルやタイトルがきつい言い方の場合があります。ここまでひどくはしないと思うんですが、イメージはこんな感じですね。これなんですが、 YouTube は短くインパクトのある言葉の方が多くの方にご視聴いただけるという傾向があるので、ここはねご了承ください。多くの方にご視聴いただけないと申し訳ないんですが、企画が継続できなくなってしまうんですよ。なのでここは本当にね申し訳ないんですが最善を尽くさせてください。ですので自分は傷つかないぞという方だけねご応募ください。で、3つ目が、添削という形式上傷つかない方だけご応募ください。さっきはねサムネやタイトルの話だったんですが、動画の内容も添削という形式上ここが良くないからこうするともっと良くなるという内容にはなってしまいます。ご理解いただける方だけご応募ください。で、次は、申し訳ありませんが全員の添削はできません。動画にしたいポイントがある絵が届いたら添削するような形になると思います。また似たような改善点がある絵があった場合も分かりやすい方を選ばせていただきますのでご了承ください。で、次が、添削シリーズ以外の動画で使わせていただく場合があります。例えば添削シリーズよりもこの講座内容にドンピシャだという場合にそっちでね解説させていただいたり、また上手すぎて添削できないイラストまとめみたいなねエンタメ動画になる可能性もあります。で、残り2つはちょっと当たり前な話なんですが、動画で見せれないようなイラストは添削できません。例えばエロとかグロとか、あとはネズミランド系みたいなのは取り上げないのでご了承ください。そしてご自身の作品以外、模写、トレス、パクリ含むは送らないでください。注意事項は以上です。初めての企画なので、もしかしたら実際やってみて追加の注意事項が出てくるかもしれません。その場合は概要欄に追記しますので、書いてあればそちらも合わせてご確認ください。そして応募方法です。応募はメールからになります。添削用のメールアドレスまでイラストをお送りください。概要欄にメールアドレスとメールのタイトル、
メールの本文に書いてほしいことを記載しておりますので、そちらをご確認の上ご応募ください。イラストは新規イラストじゃなくても OK です。公開済みの最近描いたイラストとかをお気軽に送ってください。また複数枚一気に送ってくれても大丈夫です。皆さんぜひイラストを送ってくれると嬉しいです。たくさんのご応募お待ちしております。ヤキマエルのお絵かきチャンネルではお絵かき関連の動画をアップしています。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ではー。